フリフィデハングヨンドジャプディンチャングニンドンジエ오늘지금부터이거경기를하겠습니다ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ普通に喋るじゃないですか。いや、普通に喋るんですね。普通に喋りますよ。プリン将軍さんとコラボさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。私のチャンネルには珍しくネタっぽいことをやらさせていただいたんですけど、コラボってあんまり私 しないんですよ。私から今回ちょっとお願いさせていただいて、本当大ファンすぎて。あ、本当ですか。ありがとうございます。よくこんなのに。いや、もうめちゃめちゃよくこんなのに。大丈夫ですか。もう本当なんか私の視聴者さんに、はい、みんなに見てもらいたいYouTuber やられてるんですよね。結構もう最近上げ始めて。爆伸びじゃないですか。ああ、ありがとうございます。ただコメント欄があの外国語とかが多いんで、ちょっと怖いですけどね。あのアラビア語とかもう何書いてるか分かんない。全世界共通ですもんね。そうですね、はい。で今回、はいはい、プリン将軍にいろいろ聞いていきたいことがあって、はい、こういう格好って、うん、なぜ、はい、こういう格好をして、うんうん、なんか発信されるようになったんですか。なんかあの、もともと似てるって言われてて、はい、まあ、嫌だなって思ったんですけど。嫌なんですか。いやいや、ちょうどハロウィンの時期があって、そんなに似てるっていうなら、じゃあちょっと一回やってみようかなと思って。もしかしてあの夜更かし。あ、そうです、はい、夜更かしの時に。私その時から知ったんですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。めっちゃファンなんですよ。はい、本当ですか。はい、衣装、これオーダーメイドで、上だけで10万円ぐらいするんですけど。普通に坂膳とかで買えないんですか。坂膳売ってないんですよ、こんなで作って、で渋谷行ったんですよ。そしたらなんかすごい受けが良くて、月曜から夜更かし取り上げてもらって、でそこからあのいろいろ出演依頼とかが来るようになって。そうですよね。なんかゲレンデ下ってましたよね。ゲレンデ下ってました。ロケで北海道行って。じゃあこれやり始めてからまだそんなに経ってない。一応3年ぐらいは経ってるんですけど、本格的に YouTube やってるのはここ3ヶ月ぐらいですね。本格的に今 TikTok と YouTube 始めて今31万とかって。ただそっちもあのアラビア語がいっぱい来るんで、めちゃくちゃ怖いです。今って YouTuber と、はい、その芸人さん。あ、そうですね、芸人も、はい。あとはまあ、ちょっと別の仕事もいろいろやってるんですけど。そうなんですか。そうです、はい。ちょっと歌舞伎町のホストクラブの店長を今6年ぐらい。え、で、あと美容師も僕ずっとやってて。美容師が今、はい、美容師が今10年目とかなんですけど、カットもやるし、ヘアメイクもやるし、みたいな。やってるんですよ。セルフカットされてるんですか。いや、これは、まあ、友達にやってもらったりとか、行きつけの、はい、美容室に行ったり、伝えるのが結構難しいですよね。頼むときに、写真とか見せると、え、みたいな。だってこれにしてくださいっつって、あの人出てくるんで、え、みたいな。ちょっと話戻しちゃうんですけど、はい、ホストをやってるときは、はい、こういう。たまにこれでやってます。なんか店的にはこれで出てほしいっていう感じなんで、
このままこうやって持ってだから全く僕のこと知らない人はもうすんごい顔しますよ、入ってた瞬間。だからこれで面接とかしてると、なんだろうなんだろうみたいな感じになってすごい気まずい。この格好をして得したことと損したことありますか？あ、得したことは、はい、あのいろいろもらえるっすね。例えばこの双眼鏡とかなんですけど、え、これ自分で買ったんじゃないですか？いや、これ違うくて、骨董品屋に行った時に、はい、なんかそこの親父が、はい、あのなんか僕のこと知ってくれてて、はい、プレッシャー君ですかってなって、あ、そうっすって、まあ見てますってなって、で、ちょっと待っててっつって、あの裏からこれを引っ張り出してきて、やばこれをぜひ使ってほしいと、はい、なんか2枚の値札ついてたんですけど、これ、はい、このメガネも、もらえ物なんですよ。あ、そうなんですか。このヒョウ柄のやつって、だってあの、あれ、あの人とこれこれ日本テレビさんの、はい、あのニュースエブリーさんの番組ちょっと出た時に、はい、これなんかつけてそのまま使ってくださいっつって。いや、共犯者じゃないですか。これあれですか、珍しいですか。珍しいっすね、これは。これつけてからクオリティ超上がりましたよね。これそうっすね、これやっぱ上がりますね。ちなみにこれって逆さまにやんないですか？これ逆…いや、逆さまにやったりやんなかったけど、詳しいっすね、それ。それはかなり詳しい方っす、これ、逆さま。逆さまでしょ。そうですね、逆さまに、そうですね、逆さまにした方がいいっすね。そうです、本気がね、あれなんで、そう。それ以外のなんか、あとはやっぱ、まあ、モテちゃうみたいなとこありますね、ちょっと申し訳ないですけど。結構モテちゃって。若い子ですか？若い子も、はい。外国の方とか、なんかもう、ブワッと来ちゃうんで。もうチュッチュされたりしますね。アメリカ人からちなみにモテます。あ、アメリカ人の方も、はい、全然。金髪美女。はい。いや、私からモテ、ま、モテてるじゃないですか。持っちゃって。いや、あれです。もうすいません、なんか持っちゃって。じゃあ、はい、損したこと、はい。いや、損したことも多いっすよ、やっぱり。だから失うものも。失うものもやっぱかなり多いっすね。別に何もしてないのに、あの初対面の人からあの罵声浴びせられたりとか蹴られたりとか、え、発射すんなみたいな、なんかそういうのとかですね、はい、お前のせいでみたいな責任取れよとか、はい、その若いそのなんかちょっとやからっぽい世代の人から言われる分には全然いいんですけど、もうほんとガチのおじちゃんとかガチの外国の人とかだともうめちゃくちゃ怖いですよね。あ、もうほんとにマジトーンで、いや、なんかマジトーンやめてくれよ、マジトーンで、だって、はい、何喋ってるか分かんない人からこう言われるとめちゃくちゃ怖いっすよ。声迫ってきて、なんかすいませんすいませんって行くんですけど、その時はめっちゃ可愛いですね。素直な、それはもう他には何かあるんですか？衣装代がかさむというか、こうもう3代目で、2代目の服はこうタバコの火、犯罪じゃないですか、で穴開いちゃってみたいな。1代目はあの代々木公園で、はい、撮影と撮影のなんか合間に3時間ぐらいあって、はい、あのお昼寝してたんですよ。はい、したらもう盗まれるっていう、え、こう、え、そのでこの衣装が、え、やばっ、あの代々木公園のあのに住んでるおっちゃんがもしかしたら来てるかもしれないんで、その後はどんな格好をしてたんですか？もうちょっと別のあの学ランとかを急遽ガッてなんかボタン変えて、あ、ちょっと学ランが近い感じあるんで、あ、まあ確かに、はい、学ランの衣装を持ってたんで、あと電車乗ったら笑われるとかもあるんですよ、普通に。あ、この格好になるんですか？いや、この格好で乗ってなくても、じゃね、じゃねみたいな、この黒電話、はい、黒電話、黒電話、そうっすね。黒電話、普段はこの、はい、この髪型なんですか？普段はちょっと気持ち斜めにしてみたりし、ちょっとごまかしたりはするんですけど、やっぱ、はい、まあ、結構バレちゃうこと多くて、高校生とかに、やっじゃねみたいな。髪型いくらだってもう、サイド刈り上げてるから、斜めに長そうが、そうなんですよね。逃げ場はないですね。もうちょっと逃げ場ないですよね、もうこの感じなんで。そしたらもう、いっそのこと、はい、これどうですか？これだから、ちょっとやばい。今回はですね、プリン将軍にいろいろ聞いてみました。冒頭のコラボも、ぜひ、また今後も、もしよければ一緒にやっていきたいと思うんで、少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとはプリン将軍のチャンネルにも私、2本出演させていただいておりますので、そちらも画面の下に、リンクあります。クリックしてぜひ遊びに行ってみてください。そして Twitter、Instagram、 あとノートもやってますので、画面の下からそちらもチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。